皆さんこんにちは。自然は素晴らしい恵みをもたらしてくれるので、そこから何か利用できないかと考える学者は多いです。例えばバイオニクスと呼ばれる学問が存在します。バイオニクスとは、生きとし生けるものから使えそうな機能を応用しようというものです。そしてこの100年の間に発明されたものの多くが、愚直にも動物からコピーしただけだと知っていますか？本日はこの技術についてお話しします。まずは1935年まで遡って、普通の家猫の例を見てみましょう。この技術の発見で多くの命が救われました。ある5月の夜のことです。ノッティンガム生まれで道路作業員のパーシー・ショーという男性が、暗い道を車で走っていると、道端で猫の目がヘッドライトの光を明るく反射していることに気づきました。数世紀にわたって黒猫は魔女の使いと思われていましたし、猫の目そのものが光っていると現代でも思われています。しかし簡単な実験をしてみれば、本当はそうでないというのがすぐわかります。もし猫を窓がない部屋に連れて行くと、完全な暗闇なので目は光りません。なぜ猫の目が輝くのか、その理由は簡単です。猫の目は外界から発せられる光を反射しているのであり、光があまり拡散しないため目が輝きを放ちます。なので猫の目そのものが光っているかのように見えるというわけです。そして1935年にイギリス人のパーシー・ショーは、夜道に猫の目が光っているのを見て、あることを思いつきました。リトロリフレクターです。リトロリフレクターは、光をできる限り拡散せず反射元へ反射するよう作られています。パーシー・ショーはすぐに猫の目のように光を反射させるものに必要なものを集め、道路用のリトロリフレクターの特許を取得しました。1947年には、初めて猫の目を元に発明したこのリトロリフレクターが道路で設置されるようになり、現在まで続いています。このおかげで数えきれないほどの車両事故が世界中で防がれただけでなく、政府の支出を大幅に抑えることができました。小さな道にまでいちいち街灯をつけていたら、ものすごくお金がかかりますからね。だから道路用リトロリフレクターは本当に素晴らしい発明だと言えます。パーシー賞は大英帝国勲章を授与されましたが、猫を表彰しようという人は誰もいませんでした。アザラシから応用された技術も存在します。第一次世界大戦中、イギリスはドイツ軍の潜水艦によって甚大な被害をかぶっていました。そのため是が非でもドイツ軍の潜水艦を見つけ出す必要があり、そのために作られたのが水中聴音機です。イギリスは敵の潜水艦をスクリュー音を頼りに見つけ出す予定だったので、水中聴音機は船に取り付けられました。ところが船が潜航する際に、水中聴音機の受信部が水の動く音まで拾ってしまい、潜水艦の音をかき消してしまうということがすぐに判明しました。長い間この欠点を克服することができずにいましたが、有名な物理学者ロバート・ウッドが最終的にエンジニアに提案したのが、水中での動きを聞き分ける能力が高いアザラシを見習うことでした。するとすぐにアザラシの耳は徹底的に研究され、水中聴音機の受信部にアザラシの外耳と同様の形状を作ってみたところ、船が潜航している最中でも潜水艦の音を聞き分けられるようになりました。さらにそれだけでなく、音の発生源の方角やそこまでの距離まで明らかにすることが可能になったのです。ヤモリにも人間が応用できる能力が備わっています。ヤモリはまるでスパイダーマンのように壁を素早く移動することができます。ヤモリの手足は専門家によって顕微鏡で念入りに研究され、ヤモリと同じように壁をよじ登ることができるロボットが開発されました。将来この技術を利用して、ロボットだけでなく人間もピーター・パーカーのように建物の壁をよじ登ることができるとされています。またヤモリを応用して、ゲックスキンと呼ばれる固体瞬間接着剤も開発されました。
この接着剤は非常に強力で平らな表面であれば少しつけるだけで315キロもの重さに耐えることができます。それに加えてこの接着剤は簡単に取り除けるため接着したもの同士を簡単に剥がすことができますし汚れを残してしまうこともありません。キツツキはどうでしょうか。皆さんご存知のようにキツツキは木の幹の中にいる寄生虫を穴を開けてつつき出すことで餌を獲得します。でもそんなことをしてどうして脳震盪を起こさずにいられるのかと思いますよね。実はキツツキは頭蓋骨を含む頭部が強力な緩衝材となるよう進化しており、負担を小さくすることで脳を衝撃から守っています。そして2011年にはカリフォルニア大学の専門家がキツツキの頭の構造の研究を徹底的に行った結果、人工的に同様の構造を作り出すことに成功し、そのおかげで驚くほど有用な衝撃緩和装置を利用できるようになりました。例えばすでに飛行機のブラックボックスに備え付けられていますし、他にも様々な電子製品に利用されています。また軍事企業や防護ヘルメットを生産している企業がすぐにこの技術に興味を示しました。今度はホタルを見てみましょう。2012年に韓国の専門家がホタルの腹部のナノ構造を調べてみたところ、効率性に優れた LED の発明に成功しました。この LED は光の透過率を 98.3% まで高めることができ、これは光学的に考えても限界値に極めて近い数字です。専門家によるとホタルから発想を得たこの強化 LED は液晶モニターのバックライトに利用されるディスプレイを安く生産したり、携帯のフラッシュに利用できるほか、家や車、医療機器の光源にも利用することができます。ナミブ砂漠に生息する昆虫にも驚くべき能力が隠されています。この虫は海から砂漠へ吹く風によって毎朝発生する霧から水分を集めることができます。水分を集めるためこの虫は高い砂丘の頂上まで行き、腹部を風向きに合わせて持ち上げた後、頭を下へ向けます。こうすることで霧を一箇所に集め、腹部の構造に沿って水分を口の方へ流すことができます。このようにして集めた水分は昆虫自身の体重の約 40% にあたります。そしてこの昆虫をもとにして水を集めるユニークな発明がなされました。開発者はソウル大学のパク・キテという人物で、この製品はナミブ砂漠の昆虫の甲殻形状や機能を真似ており、水が手に入りにくい状況でも朝露を集めて飲み水にすることができます。ハエの目は特殊で網目状に見えており、この複眼にも人類が応用できる技術が秘められています。ハエは何か物を見ると一つだけではなく無数の像として見えています。そのため見えているものが動き出すと正確に動く速度を見極めることができます。生物学者がこのハエの目の原理を突き止めたことで、エンジニアは新たな装置を作ることに成功し、ハエの目と名付けられました。この装置のおかげで現代ではナビゲーションシステムや空港における旅客機の到着時間を算出することが可能になっています。動物から導入された技術の中にロブスターの目と呼ばれる X 線イメージ撮影機があります。この撮影機は携帯式のいわばフラッシュライトのようなもので、厚さ8センチの鋼鉄の壁の向こうでも透かして見ることができます。名前からもわかるようにロブスターの目を詳細に研究したことでこの発明が可能となりました。するとアメリカ合衆国国土安全保障省はすぐにこのプロジェクトに100万ドルを投資し、密輸の阻止に役立てようとしています。動物が元になった技術は他にもたくさんあります。なので全部紹介していたらキリがありませんね。ご視聴ありがとうございました。面白い動画をたくさん用意して待っていますので、また来てくださいね。さようなら。